石川達造7月2日から1985年1月31日は日本の小説家。社会性の濃い風俗小説の先駆者で、総合により第1回芥川賞受賞。家中従軍から得た生きている兵隊は発禁処分を受けた。戦後は新聞小説や社会における個人の生活、愛、結婚をテーマにした作品でベストセラーを連発。 署名のいくつかは流行語にもなった。記録的手法による問題意識の明確な作風が特徴。社会的、分断的活動も活発で、日本ペンクラブ会長、日本文芸家協会理事長、日本文芸著作権保護同盟会長、アジアアフリカ作家会議東京大会会長などを務めた。日本芸術院会員、秋田県平川国横手町に、 父、石川祐介、母運の三男として生まれる。父祐介は、南部藩有筆を務めた、吉平の四男で、秋田県立横手中学校の英語科教員、母運は、仙北郡角野立町の祖宝科栗原氏の出身だった。父の転勤や転職に伴って、2歳の時、秋田市奈良山本新町上日野と三十五番地に、7歳の、時、東京府江原郡大井町に、 同年9月岡山県情報郡高橋町に移った。1914年、9歳で母を亡くし、東京のおじ、石川六郎の家に預けられたが、1915年に父が再婚し、5歳生に育てられる。小学校を主席で卒業し、東京府立一中を受験したが、不合格で、高等小学校に1年通学し、1919年父が、 共闘していた岡山県立高橋中学校に入学。3年の時、父の転任に伴い、岡山市立関西中学校4年に編入し、卒業、第6高等学校を受験するも、不合格。1年間の受験生活の間に、島崎藤村、ゾラ、アナトールフランスなどの作品を読む。1925年、上京し、早稲田大学、 第2高等学院に入学、旧友館の導入し、バラヌスビトに小説を書いたり、大阪朝日新聞の検証小説に応募したり、山陽新報に持ち込んだりする。1926年には、山陽新報に寂しかったイエスの詩が掲載され、これが活字になった最初の作品となった。この頃経済的に行き詰まり、学業を断念して、フィリピンか、 満州に縁故を頼って渡ろうとしていたところ、同年、大阪朝日新聞に幸福が当選し200円の賞金が入ったので、1927年、早稲田大学文学部英文化に進むも、学士が続かず1年で中退。国民持論者に就職し、電気業界し、国民持論の編集に携わる。生活上の基盤を得て、いよいよ小説家になる志を高め、 各社に捜索を持ち込むもうまくいかなかった。1930年3月、政府補助単独移民として移民船で、ブラジルに渡航。これは、移民取り扱い会社南洋工業に、兄の友人が勤めていた縁によるもので、本来は、夫婦や家族持ちでなければ渡航できないところと区別に、許可を得た。渡航に際して、石川は、旅費の足しを得るために、帰国後、 体験記のようなものを書く約束で、国民自論者を一旦退職した形を取り、退職金600円を手にした。ラ来サを所有のサントアントニオ農場に約1ヶ月、後、上地旅館に日西宿、日本人農場に滞在し、8月に帰国、国民自論者に復職。1931年6月、新和瀬田文学の導入となり、いくつかの短編を発表した。その後、 国民自論者を再度退職し、食卓として働く。1935年4月、ブラジルの農場での体験をもとに、移民を余儀なくされた人々の惨めさを描いた総望を導入し、星座総刊号に発表。これが素材の新しさとリアリズムの本流を行く堅実な手法とで、選考委員に認められ、8月第1回、芥川龍之介賞に当選。 10月には、改造者より、創望が刊行された。ついで、水道用貯水池建設のために固定に沈む、小河内村を取材し、1937年9月、日陰の村を慎重に発表。調べた芸術として分断に話題を呼び、ルポルタージュ的手法を用いた一種の社会小説として評価された。この間の1936年11月には、 梶原よし子と結婚し、翌年8月には、長女キキヌコが誕生している。1937年12月、中央公論の特派員として、日中戦争の戦場中止方面に出発。南京事件から数週間後の南京に翌年1月まで滞在し、他に上海周辺を歩いた。この時の見聞をもとにして、 中央公論1938年3月号に生きている兵隊を発表。しかし、同号は新聞司法41条違反容疑で即日発禁処分となり、石川空き訴され、禁錮4ヶ月、執行猶予3年の有罪判決を受ける。戦前の日本文学史に残る筆火事件となった。その挫折感から家庭内部に主題を限定。 恋愛と結婚の理想を求めた結婚の生態がベストセラーとなり、知恵の青草、転落の刺繍三代の教授など、女性ものと名付けられる一系列を開いて、人気作家の座を確実なものとした。東京日日新聞、大阪毎日新聞連載の、母系家族以降は、新聞小説に進出。1942年5月に南洋諸島を旅行し、 東南アジアを取材、赤虫島日誌などを発表。同年12月、太平洋戦争が開戦すると間もなく、海軍報道範員として徴用され、西イに派遣された。なお、1939年7月には、次女木和子が、1943年9月には、長男左官が誕生しており、1944年9月には、父祐介が死去。 同年1月には東京都世田谷区奥沢町に新築移転し、本籍を毛間内から移した。戦後も新聞小説を中心に活躍。極めて幅のある社会感覚を盛り込み、時代風潮を鋭敏に反映させた作品で、獅子文六石坂洋二郎らと共に前世紀の新聞小説の筆頭に挙げられる人気を博し、 またその作風と時に新規な手法を用いることで異端児とも目された。戦中からの女性者は風俗小説と結びつき、失業軍人を中心に世相を風刺した望みなきに日図は1947年7月読売新聞に連載されて評判を読んだ。以後も女の幸せを追求した幸福の限界、美しい夫婦愛を描く。 泥にまみれて、新旧世代の悲劇、青色革命、現代人の絶望と破滅を描いた、悪の楽しさ、エゴイストたちの醜さを描いた、自分の穴の中で、中年男の浮気を扱った、48歳の抵抗、現代人の充実した生を追求した、満たされた生活、結婚の意義を扱った、僕たちの失敗、愛情のあり方を描いた、いとけなくて、愛を知らず、 エゴイズムの悲劇を描いた青春の砂鉄など、社会における個人の生活、愛、結婚、生き方などテーマにした話題作を次々と発表。長きにわたって人気を保ち、望みなきにひず、風にそよぐ足、48歳の抵抗、青春の砂鉄など、署名のいくつかはそのまま流行語にもなった。他方で調べた芸術の手法を駆使して、 社会小説の対策にも取り組み、その本領を発揮。やや通俗的な嫌いはあるが、社会的正義感とヒューマニズムに立脚した作品は、記録的手法と相まって多くの読者を獲得、大きな反響を呼んだ。特に、横浜事件を罪に、戦中戦後の自由主義者の受難を描いた、風にそよぐ足や、スケ競事件を在に政治と教育の確執を描いて、 大ベストセラーとなった人間の壁などは社会小説の名作として高く評価され著者の代表作となった。資本家の横暴を描いた傷だらけのサン n やクズリューガーダム汚職事件を材に政界の腐敗を告発した金冠職も話題を呼んだ。これらの成果により1969年菊池博士賞を受賞。毎日新聞社が 毎年実施する読書世論調査では、戦後から1970年代末まで、好きな著者の上位常連であった。他にも純文学系統の裁判物、上坂志郎の犯罪や冒険的な作品、最後の共和国などがあり、ここにも石川ならではの資質と社会性が鮮やかに表出されている。また、私一人の私は60年の生涯を振り返って、 母への愛情や無責任な父への批判、合理的なおじ夫婦の姿などを通して、自己の幼少期を改装した作品だが、同時に、そこには、石川固有の人生観が示されており、その与えた感動によって、文芸春秋読者賞を受けた。約束された世界や、それを進化させた、解放された世界、その最後の世界などは、石川文学の新しい展開として、話題を呼んだ。 昭和30年代頃からは、社会的活動が活発となり、日本文芸家協会理事長、英作家会議東京大会団長、日本文芸著作権保護同盟会長、日本ペンクラブ第7代会長などの要職を歴任。大衆の支持を背景に、社会的発言も増え、その内容はしばしば論断、分断に論議をもたらした。 1956年、アジア連帯文化施設団団長として、世界各国を歴訪した後には、資本主義社会の過剰な自由を批判。翌年には、川崎長太郎や谷崎純一郎らの作品を、歪説だとして行き過ぎた言論の自由を非難した。1975年の日本ペンクラブ、会長就任時には、言論の自由には、絶対に譲れぬ自由と、譲歩できる。 自由の2種類あり、ポルノなどは後者に属するという、2つの自由発言が、波紋を呼び、五木広之理事ら改革派の若手会員からは、抗議を受けた。特に、野坂秋之理事とは白熱の論争をして一歩も、譲らず、ペンクラブは翌年まで混乱が続いた。結局、役員会の祭壇で、石川は事実上の撤回を迫られ、混乱は一旦収拾したが、石川は、 会長再任を辞退。だが公認が決まらず、突如、ペンクラブを退会し会長を退いた。奥野武雄は、晩年は、社会良識を代表するという立場が逆に頑固とも、受け取られたようだと石川を表している。1983年頃から心臓を悪くするなど、晩年は、病気がちであった。1985年1月21日。 持病の胃潰瘍が悪化して吐血し、東京共済病院に搬送され、その後肺炎を併発。31日死去した。墓は、久本仏城神寺にある。英文学者で評論家の中野義雄は、田舎者で小市民という性格は、石川文学の底を貫いているとし、それは一部の読者を遠ざけてもいるが、一貫した強みになっていることも疑いない、と論じている。そして、 中野は石川が大正期に自由主義者として自己を形成し、軍国主義への抵抗を秘めていたとも考えている。石川は多読をせず、先輩作家に指示して、その推薦によって分断に出るという道を取らなかった。志賀直哉、宇野浩二徳田修正のような私、小説には最初からはっきり異質感を持ったという。多少とも影響を受けた作家として、 アナトール・フランスとエミール・ゾラを挙げている。松本清張と山崎と子が対談の中で論じているようなストーリー、構成力の豊富さという点は、この二人の外国作家に学んだとも考えられる。日本で系譜のようなものを求めるとすれば、菊池博山本雄三、島木健作のようないわゆる社会派作家に近い。戦後になって評論家の岩上純一から問題作。 生きている兵隊について、反戦文学ではなく、侵略戦争の本質を覆い隠していると批判され、石川は、日華事変の本質は理解できなかったと認めた上で、戦場における戦争のみ小説に再現しようとしただけで、どこの戦場にも侵略戦争の本質などは転がっていなかったと言い直っている。ありがとうございます。